ちは。こんにちは。増岡美津子です。林香代です。かよちゃんは、100冊特典を使ってくださった広島の、方です。どうして100冊までね、絶対いらないじゃん100冊なんて。どうして買おうと思ったのか教えてほしいんです。はい、私年明け1月15日になんと50歳になります。そこで、今までは誕生日って祝ってもらうものだと思っていましたが、まあ、そうだね、普通、だけど、50歳半世紀この生きてきたこのつながりに何か感謝のお祝い返しを、今度は祝ってもらうんだけど、お祝い返し、なんかお祝いのお裾分けをしたら素敵じゃないかなと思い、この100冊に踏み切りました。なるほどですね。半世紀生きてきて、それのつながりの方にそのお返しをしたいと、多分この美津子さんの本が読んでもらうことによって女性にお役に立てるんではないかという強い信念のもとに、すごいなんかちょっと素敵な大人の女の人がだなっていう、こう印象ですけど、やっぱりそっちそっちそっちに行く。いやいや、あの謙虚にこうする方が素敵だと思うんだけど。で、おかげさまで。そうそうそう、おかげさまで。で、今回100冊実際ね、そういうと膨大な量、膨大な量結構ありますよね。私ね、そのこの膨大な量をちょっとあの壁にこう積んで、100冊ってこのボリュームだって、これがこう見る見るうちに日に日にブログでこう減っていくありさまをブログに載せようって私実は思ってたんです。ところが本が届く前にもう100冊を超える予約をいただいたんですよ。すごい、なんかどっちかというと、え、本はまだみたいな、ね、もう110冊売れちゃったよ、本はまだ、すごい、びっくり。何が起きたんですか、それは。まずこの100冊を12月までに売って代金も回収してしまうと決めたことを、代金を回収してしまうと、回収してしまおうと決めたことと、でその時に、ではそれをするには誰に声をかけたらいいかなということで、声をかけていった時に、思いがけないこうつながりが生まれたり、もしくは、思いがけない、失敗があったりとか、失敗があったりとか、でもそれをすることでだんだんこう自分の、この本をどうやってご紹介するかというご紹介の仕方がとてもこう洗練されていくとか、すごいピュアな気持ちをお伝えすればいいんだと。で、100冊がね、まだ1冊も売れてない時は100冊売らなくっちゃみたいな、でね、ちょっとまだこう行動のこういうの背負ってた、なんかこう、黒くはないんだけど、なんか背負い、これね、売れなかったら大変だみたいなのがあったけども、そうじゃなくって、本当におすすめしたら、あ、じゃあ買うわとか喜んでくださる方がいると思った時に、無理無理ではなくって、これあのこんな本があってあなたにご紹介したいんだけれども、読んでいただけるということだけお伝えして、でも無理に買わなくてもいいのよ、もし読んでいただけるようだったらどうっていうことで、本当にこうおすすめしたい、もう売るじゃなかったですね、ご紹介したい、おすすめしたい、その結果100冊を超えていた。なるほど、ね、自分でも想像しない出来事が起こった、なるほどですね。このことをする前と後では今どんなことが自分の違うんですか。人とつながるっていうのはこういうことか、あ、これか、これだったんだって、私が今までつながりと思っていたことは、まだまだ浅かった、体感みたいなものを得れたことが一番大きかったと思います。なるほど。じゃあそれは、私も3月15日に広島に行かせてもらいますけれども、その時にその辺のお話も少しはこう聞かせてもらえると嬉しいですけども、皆さんにね、それもシェアしていくというのはいいのかなと思いますけども、よろしくお願いします。ということで、広島に林佳代さんという、50歳のお誕生日を迎えた時に今までのつながりに感謝してということで、自分のバースデーの、お祝いをそんな、講演会をするということを決めた女性、林佳代さん、素敵な女性をご紹介させていただきました。ということで、どうも失礼いたします。